太郎ってんだ。あゆみさんですよ。じゃあ俺たちがってんだ。何ですか。あんたが言ってんだよ。あゆみ先輩ほんと綺麗。どうなってんだこれ。足元気をつけてくださいね。あゆみ先輩行きましょう。先輩おい2階だ。おい行け行け。命を虫けるの静かにしろ。なんすかいきなり。新亀が狙ってるのは俺の土地だろ。あの野郎前々から俺の土地を狙ってるのは知ってるんだよ。俺が全財産を歩みに譲ると遺言書に書いたのを知ってあの野郎娘に近づいてきたんだ。何のことかさっぱり分からない。とぼけるんじゃねえよ。結婚式を今すぐに中止しろ。新亀が獄門会と手を組んで覚醒剤を売りさばいてるの知ってるんだよ。そんな野郎に俺の大事な娘を嫁にやれるか。苦しくなっちゃった。なあ、舐めた真似するからだよ。立て。やめなさい。何だお前。動くと目をつぶします。こちらも命がかかってますので、手加減はいたしません。なんで？すぐ戻れますか？白橋さんはあゆみさんの実の父親なんです。え？親さんお子さんいらっしゃったんですか？昔付き合ってた女に産ませたんだ。私養女なの。グランマニエ君、いくらなんでもそういう趣味は感心いたしませんね。ルージュだけなんて中途半端ですよ。やるんだったらね、もう少しきっちりきっちりメイクして。それマニエ君。失礼いたしました。失礼いたしました。いや、いいから君。新婦が入場いたします。ご起立ください。救急車呼んだ方がいいんじゃないのか。もう大丈夫です。すまんな、面倒かけて。あゆみ、あなたは辞める時も健やかなる時も夫新亀圭介を愛し敬い固く貞操を守ることを誓いますか？嫌ですわ。早く。誓います。白藤さん、ちゃんと吉野川さんにお話した方がいいんじゃないですか？話？話すことなんか何もない。いいんですか、このまま新亀と結婚させても。
それは。だったら、すべて、お話しするべきじゃないんですか。どういうこと？白藤さんは、あなたの実の父親なんです。違う。あなたは？違う、嘘だ、でたらめだ。村瀬さん言ってたじゃないですか、実の娘がいるって。その娘に全財産を渡す遺言も書いたって。新亀にその財産狙われてるんですよね。私に。すまん、遺言を書いたばっかりに余計なことに巻き込んでしまって本当にすまん。俺を襲ったのは奴らの仕業に違いない。無事結婚も決まった。遺言を実行するには俺を殺せばいいってわけだ。けどおやすさんの財産を相続するのはあゆみさんだから、別に結婚したからってやつの財産になるわけじゃねえんじゃないの。だから妻のあゆみさんが死ねばそっくりそのまま相続できんじゃない。それでは誓いのキスを。なんかまずくね。かなりね。逃げる準備しといた方がいいかもね。残念ながら君たちを生かしておくわけにはいかないな。やっちゃってください。でもあゆみさんだけは生かしておいてください。まだ婚姻届出してませんから。お願いします。メガネ返さないとぶつよ。署でやめろよ。誠治。
刑事、起きて、目を開けてお願い。先輩、ごめんなさい、私が悪かった。本当に好きなのは誠治なのに、誠治だけなのに、どうして一緒にお店やろうって約束したじゃない。だよ、ひどいのは歩みだろ。俺の店のオープンの日に結婚式ってなんだよ。先輩、あれ怪我は？おお、軽い脳震盪だってよ。脳震盪？ああ、寝た。ほら、ここんとこ店の準備で忙しかっただろ。あんま寝てなくてな。あれ？結婚式は？ふざけんじゃないわよ。お前何すんだ。私が結婚するって決まったら止められるのが普通でしょうか。おい、お前、俺がいいのに他の男と結婚なんてどういう条件なんだよ。邪魔だ。おい、何なんだよこの名前、めっちゃらしいのよ。しょうがねえだろ、もう頼んじまったんだからよ。頼んだよ。お前じゃねえ、脳震盪です。私警視総監松竹梅高金は新亀圭介が白藤組組長の遺産を狙い巧妙な殺人計画を企てていたことをつかみ、白藤組組長を警護し内偵捜査を進めてまいりました。警護ね、いびきかいてたけどね。なんか言った。ありがとう。あいたた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 た、寄付が、多額の寄付が、もう期待できませんね。せっかくですが、このお話はお断りさせていただきます。父親としてお前には何にもしてやれなかった。せめてものを罪滅ぼした。私の父も母もこの世にたった一人です。父は会社を畳むつもりです。全財産を処分して債務を整理して一から出直すそうです。そんな父と母が私の自慢です。お体大切になさってください。もしお寿司がお好きでしたらぜひお店の方にいらしてください。お待ちしております。ありがとう、ひいきにさせてもらうよ。よし、また一踏ん張りしてみるか。おやっさん、お前が止めを継いでくれるまではな。ご結婚おめでとうございます。ありがとう。おお、どんどん食えよ、まだまだ握るからな。いただきます。いただきます。うん、うまい。みんなしっかり玉吉の宣伝頼むわよ。頑張って支店出すんだから、その時はカレンちゃんに支店任すからね。あ、いいかもしれないですね。カレンと吉野川先輩なら気が合いそうだし。カレンは接客業に向いてると思いますわよ。